はい、皆さん、こんにちは。ね、はい。はい。マタンテロキ。マタンテロキ。ラグナロク。はい。いかがでしたでしょうか。私、はい、ナルガミ役の森久保祥太郎です。ヘイムダル役のパクロミです。はい。どうも、こんにちは。こんにちは。ね、緊張してます。はい。はい。はい。なんか来てるんでしょ？あ、ですね、前回出演をした、はい、淵崎さんと、読むな、小安さんから、うん、森久保くんへのキーワードを、はい、いただいております。あ、なんだ、それは何かというと、はい、じゃじゃーん、はい、昔、うん、写真、うん、オールバック。はい。なるほど、何の歌かすぐわかりました。何ですか？え、いやー、本当だからね、はい、でも今回ミキさんのはずだったんですよ。それがですね、多分そのキーワードのせいで逃げた、ミキさんは。キーワードは昔写真オールバック。っていうことはあの写真ですね。昔オールバックにしてたんでしょ。誰が？いや、当たり前よ。ちょ、見せてください、そのオールバック。面白い。見せらんないんだね、これがね。危ないですけどね。え、自分もオールバックにしてたんでしょ？いや、僕は、じゃあ、あのね、なぜかね、僕、淵崎姉さんとは、はい、えらい古い付き合いでして、はい、僕、声の仕事をするようになってから、はい、最初からずっと今までもう、はい、姉貴のように世話になってる方で、はい、なぜかね、僕は二十歳ぐらいの時の、宣材写真って言うんですか、はい、スーツ、ダッサイスーツ着て、はい、ネクタイ締めて、はい、こう爽やかにこう髪を上げてですね。爽やかじゃなかったよね。爽やかじゃなかった。爽やかじゃなかった。まあ僕の当時の僕の中では最高に爽やかな笑顔で、はい、こうやって映ってたんで、最悪でしょ？仕事来るわけねっちゅうか。本当に。まあそれはなぜか淵崎さんが持ってて、今日持ってないの？持ってない。持ち歩くから、そんなもん。持ち歩きません。なんで淵崎さんから借りてくるんだろう。いやいやいや、あの人もなんでも、なんかね、昔の写真を整理したら出てきたとか言って、このスタジオに持ってきたわけですよ。ね。はい、ということでね、はい、まあ誰でもね、恥ずかしい過去はあるということで、はい、恥ずかしい過去は何かありますか？ないです。いやいや、ないです。恥ずかしいことだらけのはずでしょ？だからボロって出ちゃったりとか。ヘイムダルはだんだん資格としての使命が薄れてきてるんではないか。それに引き換え、ナレガミ君は大活躍。どういうことそれ？確かにでもそうですね。ヘイムダル。なんで？ヘイムダル最初登場のシーン覚えてますか？覚えてますよ。嘘つけです。さっき聞いたら覚えてませんでした。ナレガミとすれ違うんですよね。はい。ロキの家のそばの夜道をですね、はい、ナレガミもあそこで何をしていたかよくわかんないんですが、はい、覚えてますか本当に。覚えてるよ。なんか変な格好してさ、変な格好で、いつもの格好。なんかこうやって、なんかこうやって言ってさ。そう。通り過ぎるわけです。なんか電信柱が、なんか刺すみたいな感じで。あ、そう。こうなってる。はい。ね。それが出会いというか、まあ初めてこう、ヘムダルとナルガミが、この地上界で会ったシーンですけどね。はい、まあそういう、その時はすごいシリアスでした。はい。そうなんですよ。シリアスのままヘムダル行くのかと思ったら、次の回からなんか違くなっていて。まあそれがこの作品の魅力ですかね。はい、もう、すべて忘れてっていうところでできるのがね。はい、そうなんですか。で、最近その視覚モードはどうなんですか？視覚モード、何言ってるんです。いや、いっそいっそ言ってバカって言っていいですか？視覚モードは健在ですよ。健在なんだけれども、ヘムダルというのはですね、きっとその憎しみとかいろいろぐるぐるあるんだけれども、はいはい、でも、あるんだけれども、なんでかフレイみたいな人たちに癒されてしまって、うん、資格を忘れたわけではないんだけれども、ね、ちょっと癒されて見ちゃったっていうだけなんです。ちょっと人間らしいですね。はい、なるほど。本当に思ってる？いや、思ってます。ナルガミはすっかりですね、はい、もう人間界に馴染んでいるわけなんですけど、アルバイトとかいっぱいしてね、はい、でこのヘイムダルは、はい、その神が神の命を狙うということはですね、これ大罪なわけですよ、はい、なんで神それは神に聞かないと。と言われているんですが、はい、まあそれをあえて犯そうとしている、はい、ね、はい、右目を返してほしい、ね、右目をね返してほしいんですよ、とりあえず、はい、しかしその右目っていうのが実はっていうところですね。そうなんですよ、ね、あれがね、ヘイムダルは、はい、ロキがこうね、ロキのせいだと思ってる右目、はい、うん、でだけど実はっていうのがこの後出てくるわけですよ、はい、ね、これが泣ける話なので、はい、ぜひぜひこのまま続いて見ていただけたらと思いますね。はい、ヘムダルは死んでしまうというね。死ねねえよ。死ねねえよ。死なねえよ。それでまあいつもまあ我々こうやってこういう感じで、はい、
まあ、いつもというかこの人一人がうるさいんですけども。なんでそのことでみんなうるさいでしょ。アフレコ現場どうですか。楽しいです、はい、はい。どうですかアフレコ現場。アフレコ現場ですね、はい、僕らねたまたまなんですけど、あのこう作品始まると席が大体その最初に座った位置っていうのが大体もうその次の週から決まっちゃうわけですね、はい、で最初ですねパクさんは結構ねあのなんか端の方に座ってらしたんですけど、いつの間にかですね僕と並ぶ位置ですね今ね、はい、だってなんか追いやられてったんですよ。ここに座ってたのが、うん、なんかそこに追いやられて、これはスタンのそばだったんですよ、ね、スーちゃんの隣に。あ、そうなんですよね、で ありますエピソード事件、ですね、森久保くんは実は酢飯臭いです。あ、酢飯臭いんですよ、はい。それから、私たちの中では森久保くんのことをスーちゃんと呼んでいます。そう、酢飯のスーでね、はい、なんであんな酢飯臭いのかな。いや、あのちゃんと説明してくださいなんで本当にいつも酢飯臭いと思われてしまう。酢飯臭いじゃん。いや、いつも酢飯臭くないです。じゃあ、あの時ものすごい酢飯臭かったじゃん。はい、はい、買ったばかりの T シャツこう買ってくるとこう袋に入ってるじゃないですか。それをですね、そのまま出してそのまま来たんですよ。ちょっとなんていうんですか、ね、たまにこうクリーニングとかねした時にその、はい、あのちょっとこう薬品っぽい匂いがその T シャツからしてですね。薬品じゃなかった。いや、それと僕がこう朝急いで来たこのなんかこう体のメッキがメッキじゃない、体臭。体臭じゃない体臭じゃない体臭じゃない、体臭って、そのなんかケミカルっぽいのがこう、あ、臭って。違う、そんなには匂ってないんですけど。いや、本当にわ、臭っ。違う、ちょっとどうしたの。違う酢飯。僕もね、言った相手は間違えたんですよね。あのいや、僕は明らかにこうで、なんかちょっと体がもうこう熱い状態で、体臭じゃないんですけど、こう T シャツが、あ、こう新しい匂いして、あ、なんか酢飯臭いなと思ってまあシャレで、ね、周りの人がこう嫌な思いしたら嫌だなと思って、こっちに座ってる淵崎さんに話せばよかったんです、そもそもその後スーちゃんと言われることはなかったんですが、なぜかこっちに喋っちゃったんですよ。ねえねえ、こっち酢飯臭くないって、うわうわ臭いって、もう今日もなんか臭くないよ。マタンテドキラグナロクはですね、はい、このような感じで賑やかに、はい、やっております。さあ、今後の見どころはですね、はい、何でしょう。先ほどの話も出ましたけども、はい、もう、うん、もちろんヘイムダルの見どころとしては、うん、もう右目を返してもらうお話ですね、うんうん、もう感動的なところなので、もうぜひ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 このまま続けてみて、そしてフレイにどうやって癒されていくのかを見ていってほしいと思います、うん、はい、また視覚らしさがね、はい、戻ってくるんですね。もうすごいです。バリバリかっこいいんで見てください。はい、一人ぼっちです。さあ、そして鳴波もですね、まああの今回のこの DVD に入ってるあのコーヒー館のお話のようにですね、とてもその義理人情に熱いとかですね、またちょっとですね、恋人みたいな、ちょっといいエピソードが、ありますし、作品自体もですね、あ、でも痛い話だよね。痛くない痛くない。作品自体もですね、なんかこういろいろこう佳境に向かっていくのかと思ったらですね、すべて忘れて、みんなでワイワイ、敵も味方もワイワイガヤガヤみたいな楽しい、話もありますんで、ぜひ今後見逃しないように、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。また会いましょう。